新たなるナンバー、愛の旅、チルダ、カップリング曲に秘められた感動のメッセージ、チルダ彼らの音楽はただのアイドルグループのものではなく、本当に世界的な水準を誇るものとなった。数多くのアイドルグループが日本の音楽シーンに登場していますが、その中でもナンバー、愛はその唯一無二の存在感で、ファンの心をわしづかみにしています。最新のシングルに収められたカップリング曲には、 深いメッセージが込められており、トベタンの心を引き寄せる力があります。私は指揮として彼の歌声に引き込まれていますが、岸くんの存在も欠かせません。岸くんが加わることで、ナンバー、愛はますます輝きを増していると感じています。彼らの音楽には何度も聴いても飽きない魅力が詰まっていますね。このシングルでは曲ごとに異なるテーマ性があり、それぞれのメンバーの声や個性が相まって、 まさに大洪水のような感動を呼び起こしています。岸くんの歌声は曲に深みを与え、ジンくんの歌い方の変化はかっこよさを際立たせています。そして、紫輝くんの色っぽい歌声と、ハスキーボイスの低音ラップは、まさに唯一無二の魅力です。アーティストとしての神クオリティを待ち望んでいた我々は、ついに日本初の世界レベルの男性アイドルグループが誕生したことを祝福しています。彼らの歌声、歌詞、 曲全体において、あらゆる要素が最高のものとなっています。このシングルには様々なタイプの曲が収められており、岸くんが加わってからの短い期間でこれだけのクオリティを実現するのは驚くべきことです。彼らがファンの期待に応えるために全力を尽くしていることは明らかで、その姿勢に心から感謝しています。ナンバー、愛のシングルは、ハイレゾーン源としても購入できるようです。 しかし、iPhone での対応について疑問を抱えるファンも多いことでしょう。調査によれば、イ、はい、れぞ対応アプリとヘッドホンが必要とのことです。これらを揃えることで、より高音質でナンバー、愛の魅力を堪能できるでしょう。そして、ファンとしての視点から見たとき、メンバーが対処に際して何も言わなかったことに触れずにはいられません。しかし、その心情は曲の中でしっかりと表現されており、 その強さと通快さには感無量です。彼らが曲を通じてファンに伝えたいメッセージはしっかりと届いています。最後に、新しいシングルには英語の曲が一曲も含まれていないことが指摘されています。これについて、ファンたちは様々な意見を持っているようです。アンチではなく、ただ単に違った視点から物事を見つめることも、ファンとしての楽しみ方の一つかもしれません。ナンバー 愛の新たなる旅がこれからも続く中で、彼らの音楽はますます進化し、私たちの心をつかんでいくことでしょう。ファンとしての期待と興奮は積もるばかりです。これからも彼らの活動に注目し、共に感動し、会いましょう。新しいナンバー、愛のシングルについてどう思いますかあなたが一番感動した曲は何ですか今後の彼らの活動に期待していますかぜひ、あなたの意見や感想をシェアしてください。 ナンバー、愛の旅を共に楽しんでいく仲間たちとの交流を大切にし、素敵な音楽体験を共有しましょう。